して登場いたしましたる我々は滑稽音曲鳴り物入りあちらこちらと練り歩きの広告業、まあ早い話がちんどん屋でございます。さあ昔懐かしのちんどん屋、特徴的なのがこの鐘や太鼓でございまして、3人分鐘、締め太鼓、こちらの太鼓3人分を1人で叩きます。例えば、お囃子物、そして、わらべ歌なんかによく合うわけでございます。例えばこのようにかごめかごめ、はがの中の通りはいついつである、夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面だあれ、後ろの正面だあれ。なかなかよく日本語に合うわけでございますが、こちらの方、大きな太鼓の方はですね、だいたい行進曲とかマーチとか西洋音楽に合うようになっておりまして、例えばこのような様子でございます。ほっ、リズミカルな音楽でございます。こういう西洋音楽に近いやつ、そしてこちらが日本調のリズムセッションでございまして、これを合わせまして和洋合奏と申し、ちんどん屋さんの和洋合奏。それではこちらの道頓堀にふさわしく、なにわ小唄というやつを聴いていただきましょう。
途中から歌い手さんが出てまいりまして、はい、青木美香子さんと申しまして、はい、またまた後ほど登場と相なるわけでございます、はい、しばらくの間お休みをいただいて、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。青木美香子さんでございました。さあさあ、ちんどん太鼓も面白いございますが、はい、似たようなもの、まあ、ドラムセットの代わりになるんでございますけども、1920年代ですね、アメリカの方でも流行ったんです。ちんどん太鼓ではありませんけど、洗濯板というのがありまして、ね、日本の洗濯板は木製でございますけど、アメリカのやつはね、こう金属製で、ジーパンなんかをゴシ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 歩いたわけで、あの洗ったわけでございますね、はい、その洗う時に鼻歌を歌うね、うんたかたったうんたったってやって、それをどんどん楽器の方に取り入れたというね、そういうやつをですね、今度は日本の曲に合わせて、お届けしようという洗濯板のコーナーです。これも日本で流行りました。さあ出てまいりました、洗濯板のお兄さん、はい、よろしく。早いですか。ほっ、ご苦労さんでございます。洗濯板でございます。まあ洗濯の後にはですね、この暑い夏、昔から日本では窓とかね、入り口にこうすだれを下げまして、夏の日差しを避けました。夏の日差しを避けまして、まあ涼風を呼んだわけでございますけどもね、春夏秋冬いろいろ季節ございますが、夏はまた情緒が不幸ございます。あちらこちらと浴衣姿のお姉さん、あるいは男女のカップルが見受けられるわけでございます。夏は嬉しいや、二人揃ってなるみの浴衣、うちは片手に夕涼み、雲が臨機で雲隠す、ちょいと蛍が身を焦がす。さあすだれの方を取り出します。さあこれからね、からくりすだれの物語でございます。はあ、一つと千円、一つ目で炊いたますだれ、ちょいとひねれば、ちょいとひねれば、かような形に相なりまして、さあこれをこうやって広げまして、伸ばしますと、まあ日本で言うたら土佐の高知、オナガドリというね、鶏の一種でございます。尻尾が長うございまして、こちらが胴体で、こちらが首でございます。頭の方はですね、想像力で補っていただく、皆様方のね同情心に支えられました、お見立ての芸でございます。オナガドリをお目にかけて祝います。空愛ならえー
ざれ、ちょいと伸ばせば、ちょいと伸ばせば、かような形に相なりまして、さあこれはね、日本の神社お参りに行きますと堀割にこういう橋がかかって、これを太鼓橋と申しまして、なかなかおめでたいもんでございます。まあ大きな橋ですよ、まあ単なる橋でございます。言われようによったらそう見えるわけでございます。太鼓橋をお目にかけて祝いましょう。そら相ならえさあ、三つめでたいたますだれ、ちょいとひねれば、ちょいとひねれば、さあ今回は2回ひねります。さあ2回ひねって、よいしょ、かような形に相なります。これを広げます。こうやって、まあ、2本の柱が立っておりまして、間にしめ縄を張ってあるという神社の鳥居を思い浮かべていただければ幸いでございます。神社の鳥居がお目に留まれば、さあこれをちょっと縮めます、よいしょ。そしてこれをつまみ直しますと、鳥居をくぐり抜けて神社の拝殿のお屋根に這い上がりという次第でございます。神社の拝殿お屋根をお目にかけて祝います。あいならえは、四つな五つめでたいたますだれ、ちょいとちょいとちょいと伸ばせば、ちょいと伸ばせば、かような形、五光の光と申しまして、あの人にはオーラがある、この人にはオーラがない、私にはオーラがあるわけでございます。五光の光をお目にかけて祝います。そらあいならえは、七つめでたいたますだれ、ちょいとひねれば、ちょいとひねれば、おかげ船にさもにたり、同じ帆掛け船でもこれはおめでたい七福神の宝船ということで、さあご覧をいただきまして、さあ七福神が乗っております。さあ一人ぐらいは降りてきていただかないと、さあ一人降りてきていただきます。このようなね、道具を持った神様、1月の10日あたりに忙しいという、さあこれが釣り竿でございます。釣り竿を担ぎまして、まあこんな感じでふくよかなご老人でございます。さあ皆様ご存知の恵比寿三郎でございます。西の宮の恵比寿三郎様にたり、さあこの釣り竿を今度はですね、糸を伸ばしまして餌をつける。さあこうやってよいと、釣り糸をじっと垂れておりますと、しばらくするとお客様から千円札を挟んでいただく、そんな邪心を抱いてはいけません。さあ恵比寿さんの釣り上げましたる宝、いろんな宝がございますが、海にちなみましてこういうものを今から作り上げるわけでございます。さあ恵比寿さんの釣り上げる、よいしょ、さあ横にしますと大きな魚と相なりましてございます。大きな魚、タイでございます。タイが釣り上げました。さあめでたい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 、恵比寿三郎を釣り上げましたある鯛をお目にかけて祝います。そらあいならえあ、ちょいと不思議な玉すだれ、ちょいと持ち替えます。さあ持ち替えますとこういう形、牡丹の花に舞い集う胡蝶の羽というね、蝶々の羽、蝶々の羽、あ、蝶々の羽がお目に留まれば、お目に留まれば、お目に留まれば、しだれ柳と早変わり、しだれ柳か福笹か、ほらめでたいめでたい
笹持ってこい。あ、商売繁盛で笹持ってこい。あら、商売繁盛で笹持ってこい。あ、さて、さて、さてのめでたきは、からくり玉すだれのお慰みでございまして、どうもありがとうございます。さあ、練り歩きの路上の芸でございますが、時々はお客様がお所望をされまして、さあここで踊ってくれ、さああちらで踊ってくれ、我々も快く引き受けますのは、そこでご祝儀が入るということでやっております。さあここがそういう路上だと思いまして、ここでその場を再現いたします。例えば私が声を出しますと踊り子がやってきます。博多帯締め筑前絞り歩く しまして、いろんな外国にも呼ばれたことがございます、はい、今から思いますとあれはバブルの影響だったんでございましょうね。アメリカも行きました。ニューヨークにロサンゼルスにシカゴにニューオリンズ、そしてヨーロッパはねロンドンも行った、パリは3回行きました、イタリアも
ナポリから、はい、それからローマですね。ローマは良かったな、私だけ行ってますけどね。まあ、シンガポールにも行ったし、ブルネイ王国にも呼んでいただきましたけども、最近はさっぱりお呼びがないわけでございますけども、反対にね、世界中の国々から日本へ訪れる方々がいらっしゃいます。私たちがね、お出迎えの役をやれば一番いいわけでございましてですね、いろんな外国に行って受ける曲がいろいろあります。まあ、上を向いて歩こうやったりですね、それから何があったかな、まあ、桜もやるし、あるいはパリのモンマルトルの丘のとこでは、芸者ワルツをやって大いに盛り上がったわけでございますけど、今日はですね、日本語と中国語で、この和洋合奏でお届けいたします。皆様方ご存知かどうか、昔の曲でございます。私がこの家業に入った頃にヒットしまして、朝から晩まで毎日毎日この曲ばっかり吹いた時代がございます。それでは北国の春、青木美香子さんにも登場いただきまして、お届けいたしましょう。はい、なかなかこんがらがらないよ。そうですね。ね、ちょっと間違えると後が出ませんけど、真っ白になっちゃいますので ね、はい、中国にも、はい、上海に、はい、ご一緒させていただき、一緒に行ったんでしたか。そうなんですね。もう忘れましたけどね。そういったこともありました。忘れないでください。はい。ね、いろんな国、これから ねどんどんお出迎えして、はい、我々が芸能でもって、ねね、楽しんでいただかないといけない。で、特に大阪なんかをね、アピールせなきゃいけませんけども、さあ最後はまた花笠音頭やりながらくるっと回って、はい、皆様方 お別れでございます。本当にね、お暑い中ご来場を賜りまして誠にありがとうございました。